しくないですか。はい、大丈夫です。マジ大丈夫ですよ。ありがとうございます。すごい大丈夫です。大丈夫だ。初めてだったんですけど、結構できました。意外にできるよ、はい、意外と鯉のぼりもよく見えて、私たちしか分かんないようなところに行けたんでよかった。神秘的でした。なんかやっぱり普段見れないところに来ると気持ちいいです。自然に触れるって結構茨城ってこういうスポットたくさん意外とあるので、なんかまた同じグループでも巡ってみたいです。今回のコースは一応の半日コースということで、約1時間半 の、 体験コースになってまして、ゆっくり竜神峡を、景色を楽しめるコースになっております。3月から11月からまでやってまして、新緑の季節ですとか夏ですとか、紅葉の時期とか、いろんな竜神峡の四季折々 の、 カヌーからしか見えない景色が楽しめるので、ぜひ、乗って体験していただきたいと思います。